毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況をやっていきましょう。さあ本日木曜日、アップデート終わりまして、今回のアップデが、新キャラクターの実装ブルーマリー14バージョンねと、マイ14の、指紋まで解放されてます。で今回の動画はマイの啓蒙をね見ていこうと思います。まあほんまにねマイ啓蒙はね非常にこう注目されてる感じなんですけども、まあ、どんな内容になってるのかね、テキストを見た上で実践バトルを行こうと思います。マイちゃんね、 LR マイ、マイ14かいましたね。で僕のサーバーでもね開けてる方いるんでね、ちょっとサーバーの方見させてもらいます。 SMAX カゲロウのマイね、追加効果を主に見ていこうと思います。全体的にこの火力はもちろんねアップしてます。数値の上昇がありまして、まあ、全体的にダメージが出てるんですけども、ダメージがこうねアップしてるんですけど、追加効果がねめちゃくちゃあるんですよ。でその追加効果を、ちょっと見ていきます。この文面のね一番下の方に書いてる、文字がね追加効果なんですけども、これねめちゃめちゃ追加効果多いんですよね。これやばいっしょマジで。作文並みに追加効果があるんですけども、自身が所持する桜花の段階数に応じて以下の効果を発動する。これが全て追加効果なんですけど、この桜花っていうのはマイちゃんが炎の盾が崩れた時に、盾がなくなった時に発動する、なんか桜のマークでこう数字が、書いてるんですけども、その桜花の数が上がっていけば上がっていくほど、追加効果をこうどんどんね得ていくっていうね内容になってまして、でその桜花の数が、1枚やった時は2ターンの間麻痺、禁錮、挑発、怒り減少効果を受けない。で登場時敵味方2人以上の場合はダメージ耐性を 30% 増加、2ターン戦闘中1回まで発動。これ早速強いんですけど、こうマイってやっぱりね状態異常に非常にね弱かったんですけども、特に貝の麻痺とか、まあ、金庫もそうですけどね、であとアンヘルの反撃と挑発とかも食らってしまってたんですが、なんとこの桜花1枚でこのね状態異常をねほぼほぼ受け付けないで、怒り回復、怒り減少も受け付けないんで、これめちゃめちゃ強いですよ。もういきなりから超強化ですね。麻痺と金庫と挑発でさらに怒りダウンを受けないんで、いやこれはねめちゃめちゃな強化やなと思って、まあほんまにだから状態上に対して強くなったんで弱点が克服されたと言ってもね、まあいいんじゃないかな。で桜花1枚ってかなり条件が緩いんで、これすぐ発動できますよね。盾が崩れた瞬間桜花獲得ですから、この条件も非常に緩くて状態上に非常に強くなったっていう感じですね。で次桜花2枚になると、戦闘終了まで自身の炎の盾の破壊に必要な回数を1から6回まで増加。出たー、これ耐久性めちゃめちゃ上がるやついやこれね、これは強いわマジで。9問でこれね炎の盾が最大で4回やったんですよね。だからすぐに壊されてしまって耐久性がなかったんですけども、炎の盾を持ってる時はダメージカットがね最大 HP の 22% までダメージカットが発動するんですけど、それが4回までしか発動できなかったんですよ。なので耐久性に難ありっていう感じやったんですけど、この啓蒙を開けて桜花を2枚以上獲得していれば、なんと最大で6回まで炎の盾がね、使えるということになります。2回も上がりますね。これめちゃめちゃ強いですよ状態異常も克服できたし、さらにこのダメージに対する耐性もかなり克服できたんで、この桜花1枚と2枚だけでも、すごい強化やなっていう風に感じてますね。やっぱ耐久性と状態異常に対してすごいね弱点やったのが、この啓蒙で丸々克服されたと言ってもね、まあいいんじゃないかな。ほんまにこれめちゃめちゃ強いですよ。そして桜花の効果ねまだあります。3枚以上所持している場合は戦闘中敵ターン中に敵前列格闘家の必殺技攻撃を受けた場合 SMAX 白根竜王儀くの一で反撃する。これは1ターンに1度まで、登場時敵味方1人の場合はこの追加効果を獲得した後2ターンだけね有効ということですね。 SMAX 白根竜、くの一ねは敵単体を攻撃し、メインターゲットのダメージ耐性を 30% 無視し、カゲロウの力の 60% の追加ダメージを与える。メインターゲットの周囲の敵に 50% の追加ダメージを与える。で今回の攻撃で敵の怒り回復はない。 60% の確率でメインターゲットにスキル版効果を入れます。でさらに1ターンの間
味方に金庫効果が付与された場合はランダムでそのうち1人の金庫効果を吸収し、その味方の通常状態以上を打ち消し、自身の怒りを200回復する。でくのいちのダメージですけども、敵単体に 477% のダメージを与えます。いや、この追加効果えぐいっすやん。もうね、あのオーカー1枚2枚で弱点がね克服されてるんですけど、この3枚で次反撃がつきましたね。なんと反撃専用の必殺技、まあこれが S マックスになるんですけどね、知らぬ竜王儀くのいちっていう必殺技なんですけど、反撃専用で必殺技を使えるっていうことに、なってますね。ただしこの反撃は相手の前列限定ですね。敵ターン中に敵前列格闘家の必殺技を受けた場合だけ発動するっていうことなんで、まあ、前列の敵に対して反撃するんですけど、まあそれでもね強いっていうか内容が強いですね。単体攻撃でね 500% 近くのダメージ与えるし、追加ダメージもエグいんで、まあ、この反撃によってやっぱイグニスとかをこう倒しやすくなってきますよね。ていうかもうイグニス前列がねどんどん厳しくなってきたような、気もするんですけどね。この前によって反撃で、ダメージ取られてしまうんで、まあこの追加効果非常に強いですね。これ啓蒙で恐ろしく化けたんじゃない。弱点が克服されただけでもねかなり強いんですけど、さらに耐久性も上がって、反撃っていうね強い要素もついたし、全体的なダメージももちろん数値上がってますから、まあ恐ろしくね強化されたっていうイメージですけどね。まあ実際戦ってみないと何とも言えない部分はあるんですけど、テキストを読んだ段階ではかなりの強化に感じてます。まあ確実にオロクリなんか超えてますよね、等に。いやこれは非常に恐ろしいですよ。ってことでね、実戦バトル行きましょうか。もうテキストの段階でかなり強さを感じてるんですけどね、まあ、戦ってその強さを見ていこうと思います。で今回ね戦う人も決めてまして、前の啓蒙ね開けたって言ってたんでね、ちょっと行かせてもらいましょうかね。どこにいるかな。あんまり動画では戦ったことないんですけど、一回生配信で行ったんかな。一回だけ多分生配信で行ったと思うんですけどね。見当たらないな、どこかな。いやしかし前の啓蒙がここまでね強化されるんだったらね、かなり僕も考えていかなあかんなと思ったんですけど、ちょっと一周してもうたな、もう過ぎちゃった。ありましたね、2ページ目にいた、葉月さんね、94サーバー葉月さん。戦闘力も先制値もね僕と非常に近くて、前からねすごいこう勝ち負けしてる方なんですけど、今回この葉月さんにね行こうと思います。で戦闘力が僕は30万ぐらい高くて、先制値もほんまに若干100ぐらいなんですけどね、高いんですけど、メンバーがエリザベート、アンヘル、マイ、オロクリ、ゲーニッツ、イグニスで、マイ啓蒙ね開けてますんで早速ね行かしてもらいます。さあでは本日から解禁ね、マイ啓蒙見ていきましょう。でこのね葉月さんね、ストライカーキング使ってるんですよね。キングを赤まで上げてるんで、まあそこもね注目していきたいとこですね。キングストライカーとマイの啓蒙に、注目して見ていきましょうか。さあ S マックスノーブルブラン、このマイ怖いな。やっぱり啓蒙でやっぱ耐久性が著しく上がったんじゃないかな。縦6回やばいですよね。炎の縦6回あればダメージカット6回できるってことなんで、これはもうかなりやられにくいキャラになったんじゃないかな。攻撃型ですけどね、まあそれでも、ギース以上にしぶといですよね。多分ギースとかも比べ物にならんかもしらんな、もしかしたら。いやーこれ前の復刻行こうかな。やっぱ僕ね今スペシャルガチャ来てるんですけどね、ほんまにちょっとね悩まされる感じですね、まあ、ブルーマリーも来たしっていう感じですけど、さあ来たよ。カイは麻痺を入れていきます。この麻痺は解除できないですよね。ほのかがいないからね解除はできない。ただこのマイは、桜の数がね、あのオーカかな、オーカが1段階以上あればもう麻痺効かないことになりますからね。いやもうほんまにやばいですよそれは。カイももうほんまにとどめ刺されましたね。ついにカイが、もう完璧に。おーちょっと今喋ってたらベノムショット来たよ。ベノムショットめっちゃ減ったねこれ。ちょっと喋ってる暇なかったな。オルクリが今8割ぐらいベノムショットで削られましたね。めちゃめちゃ減った。うん、オルクリやられましたね。サナチョウでやられて、これは反撃していく。攻守交代、あれ、あ、ちゃうな。 S マックス、おい、最初はあんまダメージないね。やっぱ初回はダメージないんですけど、このね S マックスカゲロウの舞は打てば打つほどダメージ上がっていきますからね。今オーカの数が今1かな、これが2以上になってくるとダメージカットもかなり増えていくっていう感じですよね。いやーこれはもう恐ろしいな。舞をだからどんどん倒せなくなってくるんじゃないかな。で後半になればあの反撃もしてくるから、オーカ3以上で反撃してきますからね。あのくのいちやったかな、く
くの市で反撃してくるんで、まあ、そこにも注目っていう感じですね。さあここはエスマ打ってケオスタイドを打っていく。エスマは、ノーブルブランね、エリザベート。さあカイはもうねポンコツかいですね、もうほんまに。あでもポンコツやけどイグニスに麻痺入れましたね。イグニスに対しては結構有効、創生されるまでは麻痺入りますからね。さあサナチョ打っていきます。これで前のオーカが増えたんじゃないかな。まだ1かな、2かな、ちょっと見にくいんですけど2になってるかな。オーカが増えてますよね。さあスキル全キャラ出ている。うん、結構でも優勢に見えるな、結構展開は優勢な感じ。あーっと崩壊ダメかな、今めちゃめちゃ減った。まあ、崩壊もでもえげつないよね、今未だにもう1年経つんですけど、このオロクリの崩壊もほんまにねえげつないですよね。さあアセンションタイム打っていく。サナゲを破りアゲハチョウ、うお溶血やばい。オロクリに対して溶血入ってますね、半分ぐらい入ったけど。ただオロクリやられました。あ反撃で麻痺入れました。さあ来たカゲロウ、うおどんどんダメージ上がっていく。やばいぞこのマイちゃん、マイちゃんが本領発揮というところやな。このやっぱ啓蒙をね非常にこう待たされたじゃないですか、マイユーザーの方非常に待たされたと思うんですけど、まあ、その回あったんじゃないかな。こんだけ強かったら、まあ、啓蒙ね待った回があったというか、まあ、非常に強力に感じますけどね。まだ僕の攻守交代は入ってないかな、まだマリーローズ踏ん張ってはないですよね。さあラルフストライカー、マリーローズの脱力をどんどん入れていきたいところですね。ブルータルゴッドプロジェクト、ゲニツは離脱しました。ブレイクブロー打っていくよ、吹っ飛ばして。さあ追撃のゴッドプロジェクト、イグニスの人力は何個かな、ちょっと見にくいですね。5かな今、5ノーブルブラン。まあオロクリはねやっぱ復活キャラなんで、この人力をどんどん与えてしまうっていうところが弱点なんで、もうでもいい加減ねオロクリを外していかなあかんよね、ほんまにそう感じてますわ。やっぱ人力をプレゼントするのは非常にまずいんでね、オロクリももう限界かなっていうね。火力面は強いんですけど、やっぱ耐久面がねもうペラペラなんで、特に相手に前いるとほんまになおさらペラペラなんでね、無敵解除されて、まあ、そこがほんまにね弱点というかオロクリのきついところですよね。むしろこうやってオロクリと前を両方使うのもねすごい攻撃的になるから、まあそれも全然ありっすよね。さあノーブルブラン、もう回やられてるもんな。ポンコツ回はもう、場にいませんねポンコツっぷりがもう発揮されてますけど。さあアセンションタイム、反撃していきます。マイちゃんの大川、うわーオロクリ強え、オロクリも非常に攻撃的ですよね。さあカゲロウの前打っていく。めちゃくちゃ減るやん、マジか、めちゃくちゃ減りますよ。ほんで流煙も入れていくからな、これでさらにやばいな。これは大川が今何個かな、これちょっと見にくいんですけど、ね、3になってる、よく見たら3になってますね、3になってますね。ってことは反撃来るっていうことやな、もう反撃体制入ってますよ、マイは。しかもこれ3になったらもうマイターン来ますからね。さあ、ゴッドプロジェクト、これで反撃は来るのか、ダメージ与えてなませんね。あ、これで来ますね。ノーブルブランで範囲ダメージあるから。反撃来た、初めてのエスマ。さあ、来た、くの市。うおー、かっけえかっけえし、ダメージやっぱめちゃめちゃあるやん。エリザベートのシールド半分ぐらい持っていったな、今。いや、かっけえね、あれは。ただ、1回限りか。1ターンに1回って書いてましたね。で前列限定なんで、まあ、エリザベートとかに打ってくれると結構こっちはまあ安心というかね。イグニスとかに打たれたらやばいな。これゲニが追撃いって、先進撃打っていく。もうオロクリないですもんね、僕のオロクリは。オロクリがいなくてカイもいないからね、非常に展開やばいぞ。マイはこれやばいぞ、オーカもどんどん溜まっていってる。4になってますね、オーカが4段階までアップ。ラルフストライカー、これ前のカゲロウで一瞬で焼かれますよね。この空手とかアテナとか多分丸焦げにされますよ。さあゴッドプロジェクト、お、脱力入れましたね。うおー、ベノムショット来た、かっけえ。ベノムショットかっけえな、マジで。結構ダメージ入るしね。さあゴッドプロジェクト、これは脱力効果でダメージがゼロになっている。うん、反撃していく。さあ幻門領壁、デュオロン参戦ですね。参戦したデュオロン、反撃で、おっと反撃で、これは先行状態入れたよ今。反撃が優秀ですねやっぱり。さあゴッドプロジェクト、何回も打ってくる、創生かなこれは。さあサナギを破り、アゲハチョウめっちゃ減る、やばいよ。ほんでマイ来るよね、マイ来た、カゲロウやめてくれ、丸焦げアテナ、丸焦げアテナ、何しに来たいなこれ焼かれに来ましたね。空手もやばいぞ、踏ん張り2回ぐらい使ってたから。うおー、流煙部も減る、あー空手流煙によって焼かれた、やばいね。僕の攻略がもうちょっと弱すぎて、カイとオロクリはもうやばいっすよね。今の時代にはもう合ってないな。完璧にこれは新キャラ入れていかなあかん流れになってますね。さあノーブルブラン、マイちゃん反撃きたー、うーわやばいやんマジで。
これ反撃も強いんですけど、やっぱね耐久性が著しく上がってるから倒せないんですよね、そもそも。で全体攻撃のあの火力やから、もうオロクリをねやっぱ優に超えてるっていう風に感じますけどね。さあディオロン、青い音量壁かっこいいな、これ青の音量壁。さあゴッドプロジェクトでゲニは得られそうか、なんとか踏ん張りで耐えますが、ノーブルブラン、もう僕がこれ勝てるイメージはないな。もうオロクリとカイがいない時点で勝てる要素がないっすよね、削れないからね。さあゴッドプロジェクト、うん、サナチョウ、オロクリだけでもやっぱ倒したいな。でも来たカゲロウ、あかんわこの強キャラ、あの強アタッカー2体、オロクリとマインの全体攻撃がめちゃめちゃ強い。なんとかオロクリだけでも倒したいけどね、このイグニスが飛んでいけば倒せますけどね。さあストライカーはゲーニスに行きます。アテナからの奇進撃、ディオロンを倒していく。先行状態入ったね、先行状態ですが、マイこれダメージカット 22% やばいよ、オーカがあるから、オーカの数ですよね。あー反撃か、めっちゃ減るやん、ちょ待って、めちゃめちゃ減るやん、これ今ガードしてたけど、イグニスこれダメージカット限界のとこまで減ってるでしょ。だっていやこれは強いわ、これね反撃も強いんですけど、さっきも言ったけどやっぱ耐久性が上がってるからそこがメインやと思います。あー今でも倒したね、やっと倒した、やっと6ターンで倒しましたよ、やっとマイちゃん倒したんですけど、もうこれ十分強さ分かったでしょう、めちゃめちゃ強いですね。サラルフストライカー、ただもうこれは僕はもう殴られていくだけかな、イグニスとエリザしかいないからもう倒せる要素がないよね。ゲニいるし、おーっとここでキャリア設定アップデート、今はしない。うん、これいつも出てくるんですよね、なんか iPhone ユーザーの方出てきません、あれキャリア設定アップデート、めちゃくちゃなんかね毎日何回か押してるんですけど、何回か言い過ぎやけど1日1回ぐらい出てくる気がする。サジェットバルカンパンチ、バリバリバルカン、ラルフは参戦やね、ラルフ倒したぐらいでちょっとスキップしようかな、さすがにこれはね長くなりそうなんで、もう前の力はでも十分分かったと思いますよ、6ターン来てたし、ま、あの圧倒的火力で僕がどんどん焼かれていったんで、ま、非常に強力な SMAX だなって感じですけどね。さあノーブルブラウン打っていく、うん、ラルフはあれなんかラルフ硬い、シールドかな今の、ここでラルフは倒せそうですね。しかしもうゲーニッツとエリザベートがいるからこれはもう絶対に倒せないので、ちょっとスキップさせていただこうかな。ゲームの壁青色っすね、デュオロンもこれダメージカットがあるからやっぱ参戦してからねすごい優秀なんですよね、ほんまにデュオロンも。さあノーブルブラン、うん、ちょっとじゃあカットしますね、試合終わるとこまで、カットします。お、いや強いわ、もうマイケーモン強い、ほんまに耐久面と状態上も強化されて反撃もついたし、まあ納得のいく啓蒙じゃない、これはマイユーザーの方ね、ほんまに。はずきさんね、対戦ありがとうございました。ちょっとね僕もマイユーを考えながらね、ブルーマリーもね、能力見てから、どうするのか考えていかなあかんね。だから今の時期で言うとブルーマリーマイでしょ、あと北極のマイね、であと年末キャラに向けてで箱キャラも12月来ると思うんで、まあそれも視野に入れなあかんので、ちょっとかなり考慮ですねここは、うん、いろいろ考えてねやっていこうと思います。でまたマイの啓蒙もね見ていくんですが、明日出せるかな、ブルーマリーの解説動画ね、なんとか明日に出せるように、作ろうと思いますので、よかったら、そちらもまた見てください。では今回はこの辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。